初の受動型通信衛星であるこれは、表面を金属でコーティングした気球型の人工衛星であり、マイクロ波の信号を反射するようにできている。地上の送信局から発せられた電波が、エコ衛星に当たって反射し、受信局に到達することにより通信を行う。ノースカロライナ州ウィークスビルの海軍の格納庫で、 完全に膨らまされた、エコー一号九百六十年五月十三日の、エコー一号を搭載した総デルタの打ち上げの失敗の、後、エコー一英号が九百六十年八月十二日に打ち上げられ、五百十九 x 六百八十七キロメートルの低軌道への投入に成功した。この衛星は、直径が百フィートの気球で、零点五ミルの厚さの、 金属コーティングされたマイラーポリエステルフィルムでできており打ち上げ時には折りたたまれている。エコー1号はその金属白膜の表面で電波を反射することによって信号を中継する受動的な通信衛星である。これは中継機を用い受信した信号を地表に送信する現在の能動的な通信衛星とは異なる。このエコー衛星を用いることにより 大陸内や大陸間の国際電話、ラジオ音声、テレビジョン信号の伝送に成功した。以上のような実用的成果以外にも、この衛星の面積、質量の比の値が極めて大きいことは、その軌道変化から衛星軌道の気迫大気の密度や太陽光の放射圧の算出といった宇宙科学の成果もあった。 歌詞光領域にも高い反射能を持ち、それ自身の大きさと、さらに 1500km という低軌道としては、比較的高い軌道は、歌詞パスが多いという特性があり、人工天体の中で最も多くの人が目にしたとも考えられている。1968年5月24日、エッコー 1A 号は、大気圏に再突入して燃え尽きた。この衛星は、 プロジェクト関係者により、衛星と風船の合成後の、さて、ルーンというニックネームが付けられていた。ウィークスビルの気球格納庫で、引っ張り応力試験を受ける、エコー2号エコー2号は、直径135フィートの金属白膜で被覆された、PET フィルムの気球で、玉の形状と、表面の滑らかさを保つためのインフレーションシステムを備えており、 そうアジェナロケットで1964年1月25日に打ち上げられた。この衛星は自動通信の追加実験だけでなく、巨大宇宙船の力学特性や地球形状に関する測地学の研究にも用いられた。これ以降アメリカ航空宇宙局は中継機を備えた能動型の通信衛星に軸足を移し、受動型通信衛星は打ち切りとなった。 エコー2号は1969年6月7日に大気圏に再突入した。なお、即地学を目的とした後の似たような衛星に日本のアジサイがある。エコー衛星計画はソ連の首都のモスクワの正確な位置を知るための基準天体としても提供された。この精度の向上は米軍が ICBM の目標を定めるのに必要としていたものであった。 ありがとうございます。